沢木隆の、百回図鑑の、うわん、鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、うわん、水木しげるロードに設置されている、うわんのブロンズゾブリガムヤング大学、ハロルド・ビーリー図書館、エルトム・ペリー・スペシャル・コレクション、ハリー・エフ・ブリニング、日本の本と写本のコレクション、バークモノー A の、うわんうわんは、沢木講史の、百回図鑑や鳥山石炎の、ガト百鬼夜行など、 江戸時代の妖怪画にある日本の妖怪。金をつけた妖怪が両手を振り上げ、怒鳴りつけて脅かすかのような姿で描かれているが、説明文がないため、正体は未称。金は、日本の中世には、公家や武家の男子も行っていたことから、そのような家柄の妖怪、もしくは、熊本県阿蘇郡小峰村でお化けを、ワンワン、鹿児島県軍、 谷山町で化け物をワンということから、その系統の妖怪と推察されている。ガト百鬼夜行の背景により、廃屋の兵から現れる、屋敷の怪盗の解釈もある。また、妖怪画では、ワンの手に指が三本しかないが、三本指は、鬼の特徴を意味しているとの説もある。山田のりおの著書、東北階段の度に、江戸時代末の青森県の階段として、 次のような話が収録されている。カスケという男が金をため、古い屋敷を買って、女房と一緒に移り住んだが、その夜、家中に、うわん、という大声が響いて一睡もできなかった。翌朝、赤い目をして出てきた二人は、うわんという声で眠れなかったと訴えたが、近所の者たちは誰一人そんな声は聞かず、は一晩中女房と抱き合っていたので、眠れなかったのでは、 と噂した。しかしその話を聞いた頃は、古屋敷には、ウアン、という化け物が住んでいるのだと言った。この階段には一時出店が挙げられておらず、山田の創作と指摘されている。また、古びた寺の近くに現れ、人が通りがかるとその名の通り、ウアンと奇声を出して驚かせ、人が気を抜いた時に命を奪い取ってしまうが、言われた側が、 同じように言い返すことができればウアンは逃げ去ってしまうとの説もある。これは佐藤雄文による会期刑事同書一番詳しい日本妖怪図鑑の解説によるもので、かす三平文字著書お化け杖でこの説を引用しているが、これも一時出典が不明であり、やはり佐藤の創作と指摘されている。ありがとうございます。